あーなんかバド慣れへんわあそううん新生活なんか慣れへんなまだ馴染んでない体にあほんま、うん、俺だいぶ慣れたけどなあほんまうんなんか新生活ちょうどなんかいろいろスーパーの場所とかさはいはいはいコンビニの場所とかなんかちょっとずつ帰り道とかとでも落ち着かんやろまだえいっいやでも落ち着くでほんまえいっうん 俺まだなんかこの自分の住んでる街っていう感じせえへんねんなまあ俺もえ今どんぐらいだっけ俺まだだから1ヶ月ぐらいや俺の方が2週間ぐらい早かったからあそうかそうかそうそう俺はもうだいぶ馴染んでるなんかまだこのお邪魔してるっていう感じえいっえいっえいっお邪魔してる感じまだあるのあなえどこのスーパー行ってんのあ家の近所のスーパー行ってんねんけどんかこのまだ人の街にお邪魔してる人の家に住まわして持ってるぐらいの感じ えいって言いながらゲップすんのやめてんおっきなってるやんそれのせいで何がえいって言いながらゲップしてるもんだってそれ「えい」って言いながらゲップした方がええやろもっとさなんかルフみたいなちっちゃくしてやん「えい」って言いながらゲップするから「えい」ってなってんねえだって物投げるときも「えい」って言うやんいや物投げる時もえ<い>ほらえい 半分こえやんそれうんいや失礼やんそんなこんなとこでさゲップしたら遠くに飛ばした方がええやんいやそんも「えい」って投げるやんじゃあなるべくその「えい」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 「最後のあっち声の方が何か多かったやん何えい」って言いながらゲップしたら聞こえるやんよ、けいやだってそんな方眼投げる人ハンマー投げるでしょ、最後わーって言うやんかそれ遠くに飛ばしたいからやん 遠く飛ばしたい俺だって失礼やんん違うややっていいのここで普通にゲップいや違うそれやったら分からえん分からへんさみたいなのあるやんいやそれ失礼やんそっちの方がどっちか分からへんえここにとどまるやんいやさ音聞こえる方が失礼やんほら遠くに飛ばしてあげてんのに俺わ分からんわ 遠くに飛ばすっていうのはえ,何え,えいって言いながらすることによって余計目立っちゃってんねんってで遠くに飛ばしてるだけやんえ、気持ちよくないハンマー投げの人とか何も言わずにファンって投げたらハンマー投げの人は遠くに投げたいからえいっ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 それ嫌やわやっぱり俺なんでえいって言いながらゲップされんの 遠くにゲップを投げるっていうその感覚をやめてほしいわまずボール投げるときも「えい」って言うやんいやボール投げるときは言うけどその「えいゲップ」俺ほんま嫌やねんお前の「えいゲップ」「半分声やねんなこれえい」「えい」「えい」って言ってるやんもう声やったやん今のもういいわそんなん嫌やーなー友達が「えいゲップ」すんのえい

ジャルジャルに興味列、ジャルジャルのネットサロン、ぜひご入会ください。私は楽しんでますよ一緒にコントをしませんかジャルジャルのもう一つの YouTube チャンネル、ジャルジャルアイランド、こちらをクリックはいジャルジャルタワー